湾岸戦争症候群とは、1991年の湾岸戦争に従軍したアメリカ軍、イギリス軍等の多国籍軍兵士に集団的に発生したとされる脱毛症、疲労感、痛み、記憶障害、倦怠感や関節痛などの一連の病状を総称したものである。また、機関兵のみならず、出産以上や子供たちの先天性障害の多発が、 報告されているとの説もあるが、原因の特定は、現在に至るもできておらず、この症候群の存在そのものを疑う向きもある。国営を挙げる、重油湾ん戦争終結後、帰還した、米兵約70万人のうちの5000人から8万人が、症状に差はあるものの、疲労感、痛み、記憶障害、倦怠感や関節痛などの症状を発症した。また、岩や、 白血病、子供の先天性障害が多発したとの説もあるが根拠となる明確なデータが明らかにはなっていない。原因としてイラクの生物、化学兵器や伝染病、殺虫剤、油田火災の黒煙などが挙げられていたものの国防総省はイラクによる生物、化学兵器の使用を否定していた。しかしその後の国連による調査でイラク南部の兵器庫に サリンが貯蔵されていたことが判明したため、1996年に米兵が被爆した可能性を認めた。神経ガスの防御用に強制投与された試薬や、生物兵器用の予防摂取、油田の火災や大量の石油流出による大規模環境汚染、米軍が戦車の砲弾や装甲材に大量使用した劣化ウランによる放射線被爆など、 他にも様々な原因が挙げられた。しかしこれらの暴露はどれも原因や病気に結びつけるには無理があり、疫学調査は暴露集団において原因となる物質への明確な暴露もこれらの人々の間における死亡率の増加も見出していない。また症状が上記のように注意力低下や記憶障害、不眠、うつ、 頭痛等の客観的に判断しにくいものが大半を、締め研究を難しくしている。この他にも、めまいや筋肉疲労、勃起障害などが挙げられる。ただし、こういった症状は、ベトナム戦争からのベトナム帰還兵にも見られた、症状であり、やはり湾岸戦争のケースにのみ特筆すべきことでは、ない。二千三年のイラク戦争終戦後も、湾岸戦争症候群と、 類似した症状を訴える機関兵が現れた。アメリカ政府は2009年に外傷性脳損傷の診断基準を変更。アフガニスタンでの被害も含め2001年から2009年10月まで約14万人が受傷したとの結果を出している。中東に派遣された軍人の自殺や精神障害の多発が問題となっている。その後の調査では中東に派遣されていない 米軍予備兵も自殺率は同等であった。原因の一つとされた3 0ト、mm、ル口径の劣化ウラン弾また、現地のイラク人にも、がんや白血病、子供の先天性障害が増加し、第二の湾岸戦争症候群ではないかとされた。原因として、アメリカ軍が使用した劣化ウラン弾が挙げられたが、こちらのケースも特定は難しく。 直接的な原因の解明はなされていない。米兵、外傷性脳損傷十四万人アフガン、イラク派遣の七パーセント。毎日新聞。h t t p 毎日 n i c j p セレクト、ワールド、ヨーロッパ、ニュース、二千2010万零零零 k 0 0 0 m 0 3 0 1 3零零零 c h t m l ハットマジョリティオブミルタリースーサイズネバーソーコンバット。 ミリタリーアドバンテージ http www.military.com デイリーニュース2013-06 17マイメートルアジャリティーオブミリタリースーサイズネバーソーコンバット HTML 2016年9月10日閲覧ありがとうございます